区を飛び越えて世田谷であり、まあ、世田谷であれば例えばこういう可能性があるというのであればやっぱりそこは隣接区との連携といいますかそこは少しご協力いただきたいみたいなところもあると思うんです。でこれ、まあ、東京都の補助金がどうなるかというのはちょっとここでの議論ではどうにも答えが出ないと思うんですがあると仮定してあれの10分の10だったと記憶しているんですけれども、まあ、そういうものであれば、まあ、しっかりとタッグと連携してこの目黒側のこのエリアの目黒側は難しいけれどもそちらで何とかできないかとかそうした連携も必要に当然なってくるのかなと思うんですけれどもそのあたりというのはいかがでしょうか。します。一応環境全課長環境保全課長はい、タクトの連携についてお尋ねでございます。まあ月1回環境保全課長会、まあ、主管課長会がございましてそういった中で意見交換もさせていただいているところでございます。先ほども世田谷区の方の区長会の方のお話もそういった場を活用して、確認しているところでございますしまた宅の取り組みですとか、まあ、宅では、まあ、うちでは全く閉鎖していませんですとかいろんな喫煙所の状況についても確認しているところでございます。そういった中で今おっしゃったようなそちらの区のも協力が必要なんですというようなお話ができる体制はございますので今後ともその月1回がいいのかもっと頻繁にというのはもちろんあると思うんですけど、ね、そこら辺はそういうふうにこう顔を合わせる場所といいますか意見を交換できる場所がありますのでそういったを活用して進めてまいりたいと考えています。西村さん前回いろいろ質問させていただいたので私の方では日本の、まあ、喫煙の状況というところなんですけど、まあ、以前もっと昔の日本では、まあ、至る所でタバコを吸われていてで、まあ、むしろ駅の構内でも吸っててみたいな感じのところから、まあ、駅で吸えなくなったからじゃあ駅の電車乗る前にとか乗った後にという感じで、まあ、駅の周辺に喫煙所ができるという形になっていったかと思います。ただ今本当に動向を見ていると若い人を中心にタバコを吸わない世代がどんどん増えてきてそうなると昔サラリーマンとしてそういう生活を送っていた高齢者今その駅に毎日通うことのないような高齢者がよく吸われていたりとかもありますしであと今そのコロナの状況で在宅の勤務が増えたりとかいろいろその駅のところに喫煙所を作っていくそれはもちろんそれが中心になっていくとは思うんですけれどもそれだけではないその社会状況の変化というのがあると思うのでそこをやっぱり柔軟にまあ、ビジョンを持って全グループがそういうふうに進めていこうというのはすごくわかるんですけれどもそこにこだわらずに柔軟に進めていただきたいと思いますけれどもその点はいかがでしょうか。はい、委員長、環境全課長環境保全課長、はい。まあ、社会状況の変化に合わせて、まあ、喫煙所の設置等も、まあ、柔軟性をというようなお尋ねかと思います。まあまあ、目黒区においてはまあ、基本的にはその駅周辺というところで、まあ、考えてきたという経緯でございます。ただ、まあ、おっしゃるように、まあ、リモートワーク等と社会経済状況の変化というものがまあ、そういった喫煙の場所に影響を与えるということもあろうかと思います。まあ、それはちょっとコロナ禍を受けて、まあ、今後の、まあ、調査研究課題かなというふうに捉えております。まあ、まずはこちらとしてはその課題の大きい場所に手当てをしていくということを優先していきたいと思います。ただ今おっしゃったようなお考え方というのを十分調査研究させていただきたいと考えております。ありがとうございます。西村まあ、今ある喫煙所の方でいろいろ他に誘導していただいたりとかもあると思うんですけれどもやはり、まあ、この近所でいうとその排ガススタンド事業者のというところがありますけれどもやはり例えば物を売って商店街とかでも問題があるんですけれども売ったっきりでゴミ箱を置かない事業者がいると逆にその例えばの飲み終わったそのファストフードのドリンクをそのまま街に置いていかれるというようなことがあってちゃんとそういうその売ったものの責任として灰皿を置いてるっていうような印象もあると思うんです。ただやはりその奥側ではその吸う側のマナーというのがやっぱ一番大切だと思っていてそこの
そこの周りはやはりあの最大があれば集まってしまう。で、その集まる方に対してどのようにアプローチをしていくかというところなんですけれども、あのその環境のポイ捨ての観点としては、その携帯灰皿の普及ですとか、そういったところもあの、まあ、環境としての、都市環境としての、立場としては進めていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。環境保全課長。環境保全課長。はい。吸う方のマナー、まあ、啓発ということでございます。今、あの委員おっしゃっていただいた、その携帯灰皿、こちらも以前あの、啓発品としてお配りをしていたんですけれども、まあ、一つ最近はそういう需要が減ってきたということで、あの再選作っていない状況が、ただあの、やはりそういったことも効果がある。として、作成したものですので、ちょっとまあ今後そのニーズ等もちょっと確認しながら、携帯配達についても検討してみたいというふうに考えております。環境保全課長。すみません、あの携帯配皿をお配りしていたのをやめた経緯でございますけれども、結局あの路上喫煙につながってしまうという、路上喫煙を、まあ、助長してしまうのではないかというような、まあ、部内での、まあ、見解があってそして、ということなんですけども、ただ一方で吸える場所であればそこでということも、まあ、ちょっとそこら辺で今現在はその啓発品としてお配りするのはないようですので、質疑を終わります。議事の都合により暫時休憩いたします。ただいま議題に通しました陳情1第19号子どもの望まない受動喫煙をなくすための陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。よろしいですか。賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。以上で陳情1第19号子どもの望まない受動喫煙をなくすための陳情を終わります。続きまして陳情2第16号都心上空低空飛行の運用にあたっての陳情書について議題に移行します。理事者から補足説明があれば。委員長、環境清掃部長。環境清掃部長、はい。こちらの陳情につきましては昨日情報提供を行っておりますので補足説明はございません。補足説明はないということです。それでは質疑を受けます。動かわいい。4点ちょっとまず聞かせていただきたいんですけれども、まず1点目、まあ、国の方の動きなんですが、まあ、検討会が行われていると思うんですが、その経過や状況とどうに変わっているかどうかお願いします。2点目に関しては13区で今行われているというその分科会の進捗状況とお伺いをいたします。加えて8月4日の方の運用状況等の定期的な公表を、これ委員会後にいただきましたけれども、その結果等がですね、小型機の平均 69.8 デシベルから大型機平均が 73.2 デシベルでした。音の大きさ、継続時間、発生した時間帯との3要素で評価する L 電というのがいいですかね。 L 電は便数が、まあ、コロナ禍の中で減っているということで、まあ、低い値となっていると。70デシベル自体は目安として
セミの鳴き声とか夜間の沸騰音等の、イメージとしてうるさい、といった評価になっているかと思います。最新のデータで、いただきましたその7月速報値、ですね、これに関しては平均70デシベルは超えていると、 70.2 でしたかね。加えて、2019年の部品欠損についての資料、これに関してもちょっと拝見しましたが、これに関して数字が飛躍的に高くなっていると。2018年度は488件、これが2019年度になって928件まで膨れ上がっています。3点目として、この数ですね、部品欠損についての数、これが飛躍的に増えていることも懸念することと合わせて、陳情の3にもありますが、落下物とこれが起こった際の、組合の対応と、こういったところをどう検討されているかどうかお聞かせください。最後4点目です。こういった資料ですね、区は国からのこの資料等をどのように分析しているかどうか、まずちょっとこの4点お願いいたします。まず1点目、国の動きでございます。今委員おっしゃっていただきました、国の方で、検討会はということでございますが、6月30日に、そうですね、こちら7月8日の本委員会でも情報提供させていただいたところなんですが、6月30日に、航空行政に関する有識者等を構成員とする、羽田空港新飛行経路の固定化回避にの技術方策検討会が立ち上がったところでございます。この内容をどのように把握しているかということでございますが、現在の滑走路の使い方を前提として関係自治体からの固定化回避に関する要望を受け、最新の航空管制技術の進展を踏まえた上で、騒音軽減の観点から見通しが可能な方策が、見直しが可能な方策がないか、まずは検討を進めるというふうに聞いておりまして、ここで直ちに新たな新飛行経路を検討していくというものではないということのようでございます。続きまして分科会の動きということでございますが、この間ですね、前回の陳情審査以降ということで申し上げますと、7月の30日と8月の7日に、羽田空港の機能強化に関する党及び関係区市連絡会分科会が開催をされております。で、この7月30日の分科会では、8月4日に本委員会で、お配りさせていただいた、部品欠落事故、それから航空機騒音の測定結果について、ホームページで公表しますよということの報告があったということで、この日にちょっと委員会の時間には間に合わなかったんですけれども、皆様に印刷をしてお配りさせていただいたところでございます。で、8月7日にもこの分科会がございまして、こちらでは短期測定を実施する旨の見解を示されたんですが、ただ測定箇所についてはまだ調整中の区も多くあったということで、ちょっと公表は控えてくださいということでした。で、その後ですね、本区の場合は昨日申し上げた通り大鳥中学校の屋上で短期測定を行うということなんですが、先方の方で了承諾が取れればお知らせしていいですよということでしたので、8月24日に本委員会の皆様に、9月下旬から2週間程度大鳥中学校で、短期測定を行う、公表については11月を予定していますということを昨日情報提供させていただいたところでございます。それから部品欠落事故についてでございますけれども、こちらはですね、落下物2018年度と2019年度で、かなり増えていると。2018年度から2019年度で増えている。2018年度は488件だった部品欠落の件数が、2019年度には928件に増えているということでございます。こちら、その前に経緯を申し上げますと、平成29年2017年11月に、部品欠落の報告制度の対象空港が従来の成田空港に加えまして、羽田、関西、福岡、那覇、新千歳の5空港が拡大され、6空港で行うことになったと。
その後、その後の2年間において、国では各航空会社に対し制度の趣旨徹底を行ってきたということでございます。でその中で、増えた要因でございますけれども、航空会社の徹底的な点検等により、これまで発見できなかった部品欠落などが発見されたこと、また羽田空港においては国の職員における駐機中の機体チェックを実施することなどによって84個の部品欠落を発見しているということです。このように、2018年度にはこれまでまでは確認できなかった部品欠落も報告されるようになったため増加したもので、必ずしも落下物のリスクが高まっているとは考えていないという国の見解が示されております。国土交通省では、各航空会社と連携協力し適切なチェックですね、の推進、それから落下物対策の強化を含めて落下物ゼロを目指して取り組んでいくと、これは分科会の中でこういった見解が示されたところでございます。それから、落下した場合の、対応でございますが、目黒区では目黒区危機管理指針というのを策定しまして、大規模事故の不測の事態にの際には、所管官庁や関係機関と適切に連携して対応するとしております。万が一、落下物等が発生した場合にはこの指針に沿って、対応していくものと考えております。それから、国のこれまでの資料に関する見解ということでございますけれども、国の方でも本当に細かく関係区市に情報を入れてくれているというふうに認識をしておりまして、こういった分科会を通じて得た情報は本委員会の委員の皆様にもお示しをさせていただいているということでございまして、何かこう情報が行き渡ってなくて不明な点が多いというようなこともありませんし、あとはそのコールセンター等にこちらの職員の方が連絡しましても丁寧に答えていただいてますので、例えば先日目黒区の高いビルなどに当たってしまうんじゃないかというような心配のお声とかもありましたけども、実際には2000フィートから1500フィート、600メートルから450メートルの間を飛んでいるということでございますので、そういった、遠近法で非常に怖く見えるというのも気持ちはよくわかるんですけれども、そういったことはないですと、羽田空港からの直線飛行区間の中にあるのでということで、回答をいただいているところでございます。そうですね、あと4点、データについて区は分析しているかということなんですけども、ちょっとこのエルデン等の細かいデータについて、その分析するノウハウをちょっと区としては今持っていないという状況でございまして、今、現在として見解を持っているというようなことではないということでございます。以上です。以上、熊川委員。はい、ありがとうございます。あとはですね、旅客機の、旅客車数か、や貨物の量とかも公表されているものをちょっと調べてみました。ニュースでも言われてはありますが、5月に入って人は激減したと、物の移動も人ほどではないですが、今年の1月当初から見ても、3分の1程度という形で、減っている。その後、6月、7月等は、5月と比べると一定数増えているということですが、ただ、7月の利用率というのも 25% 程度という形の報道もあるのは存じているかと思います。実際9月においてもその国内の航空会社は国内線自体も4割軒並みですね、減便するという形で発表している、こういったような状況があると。とはいえすでにこの新飛行ルート運用されているわけですから、区としてもぜひ、調査を行っていくべきだという形で考えてはいるんです。先ほどその落下物について、検査の精度が厳しくなったから数が増えてきたということですけれども、逆に言うとこれが実数だということです。軽いものも含めて、重いのものもありますけれども、これが、どこかの時点で、空の上で落ちているというようなこと、これも変わらない事実になっています。こういったことに対して、事故が起こった際として先ほど、指針があると
という形にありましたが、まあ、組を守る立場からの、まあまあ、支援といいますか、その前前段階として、まあ、そういった検討等もないかどうかというところになるんですけれども、まあ、そこでちょっと質問になるんですが、国は新たに、まあ、先ほど言っていただきました9月下旬に短期計測として、まあ、大鳥中学の屋上での計測をするとしています。まあ、これよりきめ細かな把握と情報提供という形にしていますが、区として例えばこういったところで示されたデータをもって、それをどのように活用していこうと思っているのか、このお考えを一つお聞かせください。で、2点目が、またまあ区内で、影響が、まあ、強い、まあ、北部ですね、まあ、この方は土地が高いところもまあ存在していると思います。まあ、土地が高くなるということはそれだけ、旅客機との、まあ、距離等ですね、近くなるということでもあると思うんですけれども、まあ、こういった距離との兼ね合いともありますが、その実際に起こっているその実数として、まあ、区内でも複数地点で観測を行うべきじゃないでしょうかと、まあ、これ順序にもありますが、こういったところをぜひ行っていくべきじゃないかどうかというこの2つをお聞きいたします。以上です。はい、委員長、環境文化庁、環境保全課長。はい、2点いただきました。まず1点目の、まあ、短期測定の、まあ、大鳥中学校における短期測定の測定結果の活用ということでございますが、まあ、あのこちらについても、まあ、これまでの伝道小学校と同じように、まあ、公表を次第あの委員の皆様に情報提供するとともに、区のホームページにも、短期測定の結果がこのように出ておりますということで、これはもう即時対応して、皆様にお知らせしてまいりたいというふうに考えております。それから2点目、そうですね、陳情の2の短期測定局の複数箇所の設置についてということでございますけれども、まあ伝道小学校に加えて、まあ、大鳥中学校が短期測定ということで、加わってきたということでございます。まあ、あの国としては、まあ、できるだけ安心材料も増やしたいということで、で状況を松尾さんに組の皆様にお伝えしたいという意向で進めているものと考えておりまして、まあ、区で何か新たにこの別途短期測定局を設置するということは今考えておりません。またこの短期測定の短期測定局の運用についても、まあ、ちょっとそのノウハウを持っていないという状況でございます。まあ、としてはその短期測定局を設置する必要がないというふうに考えているところでございます。ちょっとじゃあ最後にいたします。そうすると先ほどの答弁、まあ、聞いていますと、国が行っているその検討会、またはその分科会等でも、まあ、情報が公開される等のことで、特にその区として、その例えば今回の大鳥中の屋上等にも数字が出たとしてもしっかりと、まあ、知らせていくということはもちろんしていくけれども、それ以上の区としてどういった意見を持ってそれを分科会を伝えた上でそれを国に伝えていくとか、そういったことを区独自でのその動きとしてというのは一切考えてないということなのかどうか、これちょっと最後聞かせてください。以上、環境清掃部長。環境清掃部長。はい、これは以前からもですね、区長の方からも答弁してるんですけれども、今のこのまでのですね、運営運行の中で新たなですね、従来とは全く違うような状況が起こった場合には区として、より、まあ、なんていうか強い対応を求めていくということを言っております。現段階において今日は騒音に関してもですね、伝道小学校また新たなデータを出しておりますが、これ既に皆様にお知らせしている本格運用の前の実機飛行確認の段階のデータとほとんどはっきり言っても、まあ、差はない状態なわけですね。で、落下物対策に関しても国の方で従来よりも、まあ、より一層厳しい対応を取った結果として、まあ、より、詳細なものまで把握できた関係で数が多くなったというふうな見解をいただいております。その観点、それからまたこの短期測定ですけれども、これも特別な行為ではないということを国から説明を受けております。どういうことかというと、全国の空港で毎年何箇所もですね、一時的
な単位速と言われると、特に羽田に関しては、もともと便数が多いので、毎年千葉の方では場所を変えながらですね、短期測定というのをやるんだそうなんです。だから、全く特別な行為じゃないんですね。で、目黒区としては、電動小学校で、これがまあここが最もいい場所であると。高さとか、それから音の、集音の仕方とかですね、そういったような観点で最も適切な場所であるということで、従来から説明を受けておりまして、そこで問題はなく運用されているということですので、今後も先ほど申したように、特に新たな、局面が何かあった場合は、区として、より強い対応を求めていきますけれども、現段階において、何らかの形で区として新たな対応をするというようなことは考えてはおりません。いないところでございます。私からは以上です。他にありますか？内容ですので、質疑を終わります。暫時休憩します。休憩前に引き続き委員会を再開します。ただいま議題に供しました陳情に第16号都心上空低空飛行の運用にあたっての陳情書につきましては、引き続き調査研究を要するため閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。出してください。賛成多数と認め、本陳情についてましては閉会中の継続審査といたします。以上で陳情に第16号都心上空低空飛行の運用にあたっての陳情書を終わります。以上で陳情審査を終わります。次に報告事項を括弧1、目黒区エコプラザ指定管理者運営評価結果について説明を受けます。環境保全課長。環境保全課長。はい。それでは目黒区エコプラザの、指定管理者運営評価結果について資料に基づきご報告をいたします。1の説明が記載の通りでございます。2の指定管理者はエコライフ目黒推進協会でございます。3の指定機関及び運営評価の対象機関でございます。都市整備部と同じですけれども、指定機関は平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間、評価対象機関は平成31年4月1日から令和2年3月31日までとなっております。今回の対象は、平成18年4月に指定管理者制度導入後の4期目の指定機関の初年度の評価ということになります。4の運営評価の方法ですが、評価委員会設置要項に基づき設置された目黒区エコプラザ指定管理者評価委員会において、指定管理者から提出された事業報告書、利用者アンケート結果、自己評価、現地視察等を経て、総合的に評価を行っております。この事業報告書の概要でございますが、別紙の事業報告書の概要版をご覧いただけますでしょうか。1の施設の概要ですが、事業内容の通り、目黒区エコプラザ条例に基づきまして、講習会の開催やリサイクルショップの運営など環境負荷の低減に向けたさまざまな事業を行っております。資料をめくりいただき、2ページ目は開催した講座の一覧、そして4は管理経費の収支状況でございます。5の苦情対応、6のサービス向上のアンケート結果については記載の通りでございます。おめくりいただきまして、8の2年度に向けた改善提案でございますが、環境推進の養成講座やなどの運営の工夫により環境問題を考えるきっかけ作りを進めるとともに、リサイクルショップの運営などにより、区民の交流の場としての機能も充実していく旨が記載をされてございます。
別表として使用実績をお付けしていますので、後ほどご確認いただければと思います。それでは鏡の文書にお戻りください。区の歳入歳出は記載の通りでございます。資料をお見送りいただいて、7の自己評価は 82.7 点、十分水準を超えていったという自己評価、これに対し評価委員会の評価員による総合評価については、83.7 点で、こちらも十分水準を超えていったところでございます。9の評価内訳でございますが、83.7 点ということでございまして、内訳は記載の通りでございます。2ページ下段から3ページにかけては委員の所見が記載しておりますされておりますので、ご確認いただければと存じます。おめくりいただき4ページ、には評価委員の名簿、最後に参考として評価区分を記載してございます。エコプラザの運営を通じて、環境に優しいライフスタイルの実践に向けた取り組みを進めてまいりたい、としても今後とも引き続き支援してまいりたいと考えております。説明は以上でございます。説明が終わりましたので質疑を受けます。宮沢委員、指定管理の評価査定率についてずっと何件かされているわけなんですけども、ここに来てエコプラザは2ページ評価とですね、まあ区がといいますか委員の方々が出されているこの総合評価、大体どこの事業者さんもまあそれなりに頑張ってられる中で、私たちはこう頑張ってんだ90点だってつけて区が70点つけるのが多い中で、今回まあ自己評価だいぶね低く見積もられてるのかもしれませんけど、区のといいますか委員会の方での評価の方が高かった一番のポイントみたいなものというのは何かございますか。はい、環境保全課長。環境保全課長、はい。まあ、このコロナ禍の中の運営、まあ、2月3月についてはさまざま実際その活動室のキャンセルとかいろいろあったんですけれども、まあ、その中でも非常に感染症対策に十分留意しながら取り組んでくれたこと、これについては危機管理対応ということで高い評価をいただいたところでございます。また講座等の運営の工夫、出前講座で児童館等へ出向いて、そしてお子様や奥様などに環境問題の対処したというのを解説をしたりですとか、あとは、アンケート結果を踏まえて、講座の工夫を施したりというような形で非常にこのニーズにかなった運営をされているということで、また新しい視点も入れているということが評価されて、珍しいのかもしれませんけれども自己評価より高い評価をいただいたということでございます。宮沢委員、わかりました。31年、平成31年から視点を受け、その前もそうでしょうけど、今回5年間で受けているということです。今ご答弁いただいたような内容でかなり創意工夫されているんだなということが非常に評価できると、私自身もやっぱりこういうような事業者さんにですね、しっかり区の未来も見据えてこれからもやっていただけるように、ここに限らずですけど他の指定管理の事業者にも対してもそのように思うわけなんですけども、過去からこういうふうなことしてかなりこの事業者さんはそういう工夫をされていたのでしょうか。環境保全課長。環境保全課長。はい、今回リサイクル先進区ということでございまして、平成5年にリサイクルプラザとして開設する以来、本当にリサイクル活動には積極的に取り組んでまいりました。で、このリサイクル目黒推進協会になってからも非常にさまざま環境配慮の必要性ですとか、あとはそのリサイクルショップで不用品情報を通じてさまざまなこのニーズにマッチングをしていくというようなことも取り組んでおりますので、非常に取り組みとしては毎年毎年そのブラッシュアップしながら進めてきてくれているなというような印象を持っております。他に田添委員。ライフメグロさんの
してましたよね。私反対してるんですよ。で、多分そのちょっと得手不得手があるのかなっていう気はしてるんですけど、ちょっとね不得意なところを指摘させていただくと、2ページの評価内訳の中に、1の括弧7、団体の育成に、環境負荷の低減に関する活動を行う団体の育成に関すること、配点10で得点8で、まあ、8だと、まあ、いいっていうか、まあ、それを10倍すれば80点以上になるんだから、まあ、十分水準を超えていったってことになるんでしょうけど、初見3ページ見ると、6ポチ目が SNS などを用いた情報発信や新たな団体に内定の掘り起こしには課題があるということで、既存団体についてはいいのかもしれないけれども、掘り起こしができていないっていう、まあ、課題があると言われてますよね。でしかもそのホームページやパンフレットのことについては定期的にリニューアルすることを検討してほしいって、これはも自分でするものでしょうって、ちょっとなんかこう私は停滞感を感じているやまないこの5、6年なんですよね。で、ちょっと報告この後になりますけど、そのさっきそのリサイクル先進区としての目黒ですけど、本当にみたいな、それ昔の話ですよね。だから契約になるはずのエコライフ目黒で、結構いろんな計画とか、なんか推進計画とか、いろいろ議員も携わってるはずなんですけど、なんともこんなに手をかけても振るってないように感じますけど、ちょっとこのまあいろいろ言っちゃいましたけど、このなんで初見で課題があるって言ってるのに、その育成に関すること、その8独占について、その既存団体についてそんなに丁寧にやってるんですか。なんかそのもうちょっとこの内容の詳細聞きたいんですけど、以上です。環境保全課長、はい、今田代委員おっしゃっていただきましたけども、まあ、SNS などを通じた情報発信、それからホームページやパンフレットのコンテンツなどのリニューアルを検討してほしいというご意見もいただいているところでございます。確かにちょっとこの評価委員会の中では発信力が弱いというようなご意見をいただいたところでございます。で、鏡の文章のアンケート結果3ページのところなんですけれども、ショップ利用者アンケートなんですけれども、来店経験初めては 5.4%、 リピーターが 94.6% ということで、まあ、よく利用されている方にとってはすごく馴染みもあり、そしていろいろとその環境配慮 の行動にしていただいているようなことがあるんですけども、なかなかこう新たな裾野の広がりという面では弱いというような形でご意見をいただいているところでございます。まあ、こちらについて、ただ一方でその下のアンケート、修理コツコツ講座、コツコツ講座アンケートに関しては非常に高い、内容については高い評価もいただいているということで、せっかくいいことをやっているのに、なかなかそれが一般の方に伝わってないんじゃないかというようなご意見をいただきまして、まあ、こちらについては改善を図っていくということで、としても、PR ですとか、さまざまな形で協力をしていきたいというふうに考えているところでございます。それから団体に関しては環境推進員と、それからそのエコサポーター制度というのを設けてまして、でこちらについては、例えば環境推進員というのは、まあ、数ヶ月の講座を受講していただいて環境推進員になっていただく、で環境推進員ですぐなれるわけではなくて、その翌年にさまざまなそのエコプラザの活動とかに協力をいただいた上で、その1年間の実績を持って環境推進員になっていただくというような形で、またエコサポーターについてもエコサポーターはその環境推進の講座が終わった後に1年間その携わっていただく方ということでございまして、いずれにしてもその講座をしてそれで終わりということではなくて、その後もリサイクルプラザのさまざまな活動に協力で、また改善に向けたご意見もいただいているということで、そのまあコミュニケーション力ということは評価されたというふうに考えております。
員。この昔からやってる事業についてはしっかりやっていただいてるんだなっていうのは感じてます。なんですけど、やっぱり継続継続継続なんですよね。で、だからこの情報発信が弱いってそういうことですよね。新しいことやっていかないと現状維持って現状維持していくのは いろんな面で低下だと思ってます。私はだから民間活力なんだからもっとやってもらいたいんですよね。だからここである必要があるのかっていう疑問を抱いているから私は否決をして、反対をしてるんですけど、ちょっと本当に次もこんな発信力が弱いみたいな評価が出るんだったらもうちょっと業務の中に何か入れてもらうか、なんかもうちょっと手こ入れをしていただきたいと思うんです。ちょっとシルバーアトリエが閉じる時も本当にあんまりなんかこういい閉じ方しなかったなってすごい思ってますし、でリサイクルショップも目黒にそんなにあの地域にリサイクルショップないんですよ。だからやっぱりやってれば需要はあるなって思うんですけどっていうだけなんですよね。だからここがやる意味っていうのがあんまり私には見えてこないんですけど、この初見、すごい初見いいこと書いていただいてると思うので、この初見をその本当にこういうきちんと参考にして改善していくっていう進捗確認がされてるんですか。以上。環境清掃部長。環境清掃部長。はい、この委員会の場、私も事務局側で聞いておりましたので、その状況よく分かったんですが、本当に委員の皆さんはですね、まず協会側は、実際にこの委員会の場で、パワーポイント等で資料を作ってですね、昨年こうやってたものがどんなふうにことを改善しているかというものを、非常にこう丁寧にきっちり、報告しております。その内容が委員さんから見て、私から見てもまあそうだったんですが、現状をですね、相当高める内容をいっぱいやっているんですね。確かにその口座そのものを全く違う新しい何かが入っているかというわけではないんですが、その工夫の程度が非常に高いということで、本当に委員の皆さん一人一人がですね、よくここまで内容を深めてさらなる発展させたものをやってるねっていうことで、それはものすごく高く評価されてました。ただこれはまた協会の事務局長もすごい、あとその職員の皆さんもそうなんですが、外部にその多くの新たな国民の皆さんに本当にこうスキンポイントできっちり届くような、本当にまさに SNS とかっていったような内容での情報発信が自分たちができてないというところは非常に強く認識しておりました。で、その点については委員も本当にこんなによくやってるのにそれがちゃんと届いてないよね、そこはまさに課題なんだということで指摘してたということです。そういう点で、多分この評価はこの委員の方がおっしゃってたんですが、非常に高いレベルを一生懸命工夫してやってるから、点数はそれなりに高い点をつけてるよと。ただ発信力は本当に弱いので、それはしっかりやっていただきたいということで総括されております。そういった点ございますので、田辺委員がおっしゃられたこと、それはまさに最もだと思いますので、私の方からもですね、この協会側に対して、委員会でこういう意見が出ましたよということで、しっかり伝えてまいりたいと思いますし、今後の改善を求めてまいりたいというふうに思います。以上でございます。はい、最近感じることなんですけど、環境問題が随分定着したなっていうのを感じてるんです。で、区長からも SDGs って言葉が間違いなくこう、ね、発言されるようになって、SDGs が別にイコール環境問題ではないんですけど、それを考案するものがこうやって浸透してきたことは嬉しく思ってます。なんですけれども、ただ、やっぱりそう既存の事業の改善は素晴らしいんだと思うんです。で、いろんな創意工夫もされてると思うんですけど、もう今フェーズが変わってると思います。若い人でもそのエコがファッショナブルに感じられてるとか、本当にそのエコっていう概念がこう節約とかそういったものではなくなってるって
問は抱いてます。なのでまあ、いろいろ頑張っていただいていることは分かるんですけど、ちょっと視点をその例えば若い人入れるとか、ちょっと新しい風に吹かせていただきたいなって思うんですけど、いかがでしょうか。一応環境清掃部長、環境清掃部長、はい、確かに今委員おっしゃられているように、エコっていうものがまだそのまあファッショナブルというか、本当に若い方たちにもごく普通の生き方というふうな形で、展開されているなというようなことは、こんな私のような年のものでも、まあ、なるほどなというところを感じております。それで、それが今、実際のその協会の運営の中で出てきているかって言われれば、さあまさしく本当に不足しているんだろうなというふうに感じるところですので、この点についてもですね、まあ、そういう提言があったということは、しっかり伝えた上で、まあ、どのような展開ができるのか、検討を求めてもらいたいというふうに考えます。はい、以上でございます。他にありますか。井上委員。はい、ちょっとまず聞きたいのが、昨年のちょっと答弁見てみますと、ちょっとすみません、最後の指定管理の強化のところで言うのもあれなんですけど、その点数評価出ているところで、今までの、点数もどういった形になっているのかっていうのも載ってたらいいななんていうのが昨年の答弁でもあったんですが、検討しますということで、ホームページ等でも見られるからということも書いてあったんですが、そこの検討した内容での結果が今これだと思うんですけれども、ちょっとそこすいません、改めて教えていただきたいのと、あと内容についてです。まず一つが、2ページ、別紙の2ページになります、いろんなことを取り組みとして講座をやられていると思うんですが、ここがアンケートとして、載っているのもあるんですけれども、実際のそのちょっと声が具体的に聞きたいなというのがあったので、その中で特徴的なものがあったら教えていただければと思います。で、もう一つが、一番最後の別表というところでついていて、ここの2年間の中で、リサイクルショップの受付点数、が飛躍的に伸びているんですね。5万5500トンで7から、30年度が6万4448で、さらに今年度、昨年度は7万3000トン。で、3ページのところには、どこだっけな、出前で受け取ったみたいなこともちょっと書いてあったんですけど、緑ヶ丘文化会館、ひもや大会に行って、寄付出張受付等が書いてあるんですけども、これだけなのか、それとももっと別な取り組みを行っているのかどうか、ちょっとご確認させてください。はい、委員長、環境保全課長。環境保全課長。はい、1点目 の、まあ、点数評価 の表記に関して、これは率直に申し訳ありません。確かに昨年度の部分をお見せした方が、その経過、昨年度とどのように変わったのかというのは、お示しできたと考えています。今ちょっと口頭で申し上げますと、鏡の文書の2ページの自己評価結果、総括評価結果ですと、まあ、30年度と29年度を申し上げますと、30年度が 82.7、その総括評価が30年度が 82.5、29年度が 81.3、自己評価が 81.3、総合評価が 80.7 ということで、まあ今年度初めて自己評価より総合評価の方が高かったと、まあ、この3カ年の中ではということになっております。それで、まあ、アンケート結果についてでございます。まあ、どうしてもショップが場所自体が狭くて、まあ、なかなかその、まあ、使い勝手がというようなお声が多かったということ、まあ、通路をそれについて通路を拡大したということで、まあ、それについて、まあ、順当やすくなったし、買い物しやすくなったというような評価をいただいているというところでございます。それから3点目の、この点数が非常に増えたというのは、いろいろおっしゃっていただきました、緑ヶ丘文化会館でもフードドライブといいまして、まあ、ご家庭で、例えばお歳暮の時にいろいろ缶詰等をいただいたんですけども、まあなかなか普段打ち
では食べないものなのでということで、お預かりをして、それを福祉施設に届けるというような取り組みも行ったところでございます。まあ、そういったことも増加の一つの要因なのかなと思います。すいません、ちょっと勘違いしてます。失礼いたしました。環境保全課長、はい、エコプラザ東部地区に位置してるんですけれども、なかなか西部地区とか他の地区に関しては利用者もなかなか知名度もなくて足を運んでいただくことがなかったということでございます。そこで先ほど申し上げた通り、西部地区の緑ヶ丘文化会館でフードドライブなどの事業を行ったと。これによってエコプラザっていうのは連続大館の中の地下1階にあるんだっていうことが、まあ、かなり広く周知できたということから、それが足を運んでいただき、そして件数が増えたというような効果につながったということでございます。すみません、先ほどフードドライブの点数がこれに関わってるんじゃないかというふうに私申し上げたので、これはフードドライブはあくまでもそこのだけの会場だけの点数でございまして、それはまた別に記録してございます。今こちらにあるリサイクルショップの点数というのはあくまでもリサイクルプラザの中のでお預かりした点数ということで、そこはちょっと訂正させてください。申し訳ありませんでした。向川委員、はい、ありがとうございます。ということはやはりそれだけ周知ができれば、こういった形で、リサイクルショップの、点数もそうですし、実際に利用していただける方も増えてくるのかなということで、結果を利用することによってエコについてのその行動アクションがこういった形でやればいいんだというのが広がっていくんだなというのは再現できると思うので、とてもいい取り組みだと思っています。で、今ちょっとコロナ禍なのでいろんな講座等もできていないのかとは思うんですけれども、ぜひですね、先ほどの委員からもありました SNS 等でもそうですし、ちょっと広げていただきたいなと思う事業でもありますので、そこのところですね、こんな感じ大変だと思うんですけれども、いかがでしょうか。じゃあ環境全課長。環境保全課長。はい。コロナ禍の中で、感染症対策は十分しなければいけないんですけれども、とはいえ、やっぱりその環境負荷に、優しいライフスタイルを、提案していくというのは役割も担っておりますので、今委員おっしゃっていただいた通り、SNS の活用ですとか、ホームページの充実を通じて、多くの皆様に知っていただきたい。で、評価委員会の中では、大学の教授の方もいらっしゃるので、例えば自分の学生と何かコラボできないかというようなご意見も頂戴しているところでございます。やはりその、IT には若い方の方がかなり強みがあるというふうに認識しておりまして、なかなか今のメンバーでこうどんどん新しいものを取り入れてくるというのは厳しいな状況もあると聞いてますので、それでも努力はもちろんしていただいているんですけれども、そういった若い方の意見というものを入れられるような体制ができないかというのは今後検討して、いただきたいというふうに考えております。以上でございます。他にありますか。なし。内容ですので、報告事項の各個1丁があります。で、次に各個に令和2年度版目黒の環境環境報告書の発行について、説明をします。委員長、環境保全課長。環境保全課長。はい、それでは令和2年度版目黒の環境過去環境報告書の発行についてご報告申し上げます。まず A4 の資料に基づきましてご説明をいたします。1の趣旨でございますが、目黒区環境基本条例の規定に基づく環境保全施策の総合的かつ計画的な推進に向け、施策の実施状況や評価等を明らかにするため例年作成しているものでございます。2の編集方針でございます。
環境基本計画の体系に沿って実施した施策の報告書ということでございまして、二段落目以降ですね、令和元年度の実績報告ということで、環境保全施策の実施状況を取りまとめています。なお例年実施しておりました環境に関するアンケート調査につきましては、新型コロナ感染症の感染拡大の状況を踏まえ、今年度は中止をいたしました。またこちらは例年通りですが、カラー写真を掲載した見やすさに配慮した概要版、こちらですね、を、本日お配りさせていただいております。それでは3の本編でございます。本編の方は本日お配りしております厚い黄色い冊子の方ですね、こちらの方で、と読み合わせながら確認いただければと思います。まず、鏡の文書の括弧1の令和元年度の主な取り組みでございます。冊子の表紙をめくりいただきまして、目次をご覧ください。第1章の令和元年度の主な取り組みについては5ページから第1章になりますが、特に力を入れて実施した内容といたしましては、鏡の資料にも記載の通り、住宅用新エネルギー、省エネルギー機器の助成制度、食べきり協力店やフードドライブの取り組み、生き物発見体や屋内型喫煙施設の補助制度、環境推進助成講座の開催等の内容を記載してございます。括弧2の環境保全施策の推進については、環境基本計画のに沿ってですね、5つの方針ごとに施策を掲げておりますが、それぞれの方針に沿って昨年度実施した内容ということで、10ページ以降第2章でございます。基本方針1の実施状況の概要でございます。そちら11ページに、この表の中で記載しておりますけれども、一番上の成果指標、省エネ行動に取り組んでいる人の割合、こちらは先ほど申し上げた通り、アンケート結果を反映して評価することが残念ながら今年度できなかったということでございます。それから二酸化炭素排出量、エネルギー使用量、こちらもちょっと残念な表情でございます。で、二酸化炭素排出量については1087という基準年度末の実績値から、毎年度 1% ずつ減らしていく、そして2020年度に 7% 以上削減という目標を掲げておりますが、こちらちょっと統計の数値の把握の関係で最新値が平成29年度になってしまうんですけれども、こういった状況でございまして、1087の基準年度末の実績値から 1% ずつ減らしたとすると1044になるんですけど、それには達しなかったということでございます。エネルギー使用についても、13215テラジュールですが、に対して、12243テラジュールということでございます。こちらは逆に 1% ずつ減らしたとすると、12694テラジュールになるので、これは達成しているんですけれども、実はその昨年度が非常に少なかったということで、そこから比べると達成できなかったということになっております。このようにちょっと年度の変異によって少し影響が出てしまうような状況がございます。それから住宅用新エネルギー等の設置助成については記載の通りでございます。続きまして、基本方針2の評価ということで、21ページをご覧いただけますでしょうか。こちらは循環型社会づくりという基本方針2についての評価でございまして、表のところですが、こちらも一番上の成果指標についてはちょっと今回評価できなかったということでございます。それからリサイクル率支援回収量が若干下がってきております。こちらその理由がですね、2ページをめくりいただいて、25ページ、資源回収の推進というところにちょっと記載させていただいておりますが、資源回収量とリサイクル率については少しずつですが減少していますと、その理由として、新聞や雑誌の販売量の落ち込みが一つ大きな要因であることが考えられますというふうな記載をしてございます。続きまして、方針3、
緑づくりについてでございます。こちらについては記載の通り保存樹木数保存樹林面積ページ31ページでございます。失礼いたしました。31ページをご覧ください。こちらについても成果指標については今回のアンケート結果を反映できなかったということでございます。保存樹木本数保存樹林面積等の値については記載の通りでございます。それから続きまして基本方針4生活環境づくりについての表をご覧いただけますでしょうか。41ページでございます。こちらも成果指標はちょっとお示しできなかったところでございます。こちらはまあ大気汚染ですとかこちらに関してはちょっとなかなかいい結果が出ていないような状況がございます。最後基本方針5についてでございますが、こちら人づくりということでございまして、こちらは、53ページに記載がございます。こちらは、まあ、出前講座の実施回数ですとか環境配慮活動の団体数などで、評価が出ております。またスイーパーズをはじめする清掃活動についても増加しているというところでございます。それから次にですね、エコプラン3環境マネジメントシステムの取り組みということで第4章64ページ65ページをご覧いただけますでしょうか。こちらは現行のエコプラン3に基づく令和元年の取り組みということで第4章としてまとめてございます。議員の皆様にもポケットブックをお配りして取り組んでいただいているところでございますので簡潔にご説明いたします。65ページの下のところに取り組み結果が記載されておりますが、昨年度は基準年度である平成25年度と比較し温室効果ガスがマイナス 15.8% エネルギー使用量はマイナス 3.4% となっております。おめくりいただいて66ページに表がございます。昨年度に比べて、減少幅が大きいというのは、前年となる平成30年度の夏の、記録的な暑さ、気象庁は災害級の暑さというふうには言及しておりましたが、そういった状況に比べると比較的、穏やかな気候であったということでございます。また空施設の夏場冬場の節電を呼びかけたことなどが要因と考えております。温室効果ガスについては排出係数が基準年度に比べて下がってきていることから減少幅が大きくなっていると考えております。それから下の表でエネルギー使用量の内訳でガソリンだけが 16.7% と増えておりますが、こちらの理由として清掃工場の建て替えに伴いゴミの排出入を他の清掃工場に持ち込んでいるということが一つ大きな増えた要因かなというふうに考えております。めくりいただいて68ページの環境負荷の低減についてでございます。ゴミの排出量は 5% 増となっております。こちらは区立小中学校において児童生徒それからクラスが増えたことも一つの要因と考えております。また下の紙の使用量特に害虫印刷物が 20% 近く増えております。こちらは区議会議員選挙等の執行に伴いまして選挙広報等の大量印刷物が生じたことが主な要因と考えております。一番下に取り組みに対する意見という欄がございます。評価委員会からは自治体の義務的な業務により増加はあっても、日常的にゴミ、紙の削減の取り組みが進められており引き続き取り組みを推進するとともに数値化されない部分についての努力についても評価される仕組みを検討してほしいとのコメントをいただいております。それでは鏡の文章にお戻りください。3の確保の資料編については環境行政をめぐる動きや環境全施策に関する経費等を取りまとめておりますので後ほどご確認いただければと思います。4の概要版についても、写真等が入っていますので見やすくなっておりますのでこちらも後ほどご覧いただければと思います。
関連の文書最後5の、区民等への周知配布等についてございます。目黒区法10月5日号で周知するとともに、区ホームページに環境報告書の本体と概要版を掲載いたします。また括弧2括弧3に記載の通り、配布や閲覧を行い広く区民に周知をしてまいります。説明以上でございます。説明が終わりましたので質疑を受けます。なし。よろしいですか。内容ですので、報告事項の確認を終わります。次に、カッコ3令和元年度目黒区のごみ量と資源回収量について、説明をします。委員長、清掃リサイクル課長。清掃リサイクル課長。それでは、令和元年度目黒区のごみ量と資源回収量につきまして、報告いたします。これは、区が収集する、家庭ごみから、のごみ量でございますけれども、令和元年度の実績でございますが、ごみ量が 52,977 トン、資源回収量で 17,974 トン、折れ線グラフがリサイクル率でございますが 25.3% となっております。ごみ量は前年度に比べ可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみともに増加しておりまして、ごみの総量では前年度に比べて 1.2%、 1人1日あたりのごみ量は 2g 増加しております。可燃ごみ及び不燃ごみを増加した要因は消費税の増税によりまして消費が落ち込むことでごみ量が減少したものの、外出自粛が影響し年度末にごみ量が増加したことによると推察しております。粗大ごみが増加した要因は消費税増税前の掛け組需要により買い替えが多くなったことで、特に7月から10月の排出が多く、また外出自粛により年度末の排出が多くなったことによると推察しております。資源回収量は前年度に比べまして主にペットボトル、プラスチック、缶、小型家電が増加しております。主に外出自粛による影響と小型家電につきましては宅配便回収を開始したことによる増加と推察しております。資源回収量は前年度に比べまして 1.0% 減少し、リサイクル率は低下傾向にありますが、これは人口の増加や先ほど申し上げました理由によりまして区全体のごみ量が増加して、分母が大きくなっていること、また新聞や雑誌の販売量の押し込みによりまして重量で資源回収量の6割以上を占めている古紙の回収量が減少し続けていることが影響していると考えられます。恐れ入ります。裏面をご覧ください。ただいま説明いたしました内容の詳細な情報を掲載しております。ごみ量と資源回収量の推移になりますが、ごみ収集は可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの量、またその下の資源では古紙をはじめとする品目別の回収量を記載しております。表の一番下にはリサイクル率、人口並びに区民1人当たりのごみ量、資源量を記載しております。説明は以上でございます。説明が終わりましたので質疑を受けます。田添委員。結構確認したいんですけれども、リサイクル率はこの報告自体が区が収集しているごみと資源回収ですよね。でも古紙の扱いは、地域の収集ですよね。だからちょっとさっき最後に報告でその新聞や雑誌の販売量の落ち込みによりっていうのはそのこの表の中に入っている話なのか別の話なのかちょっと確認をしてください。委員長、清掃リサイクル課長。清掃リサイクル課長。委員お尋ねの、新聞や雑誌の販売量の落ち込みによりという部分は、この表に入っているのかということでございますけども、この資源回収量 17,974 トンの中には、まあ、当然、古紙、
の、回収量も入ってございまして、新聞雑誌の販売量の落ち込みによる影響も、含んだ後の回収量の数字でございます。以上です。リサイクル率が低下してるから、まあ、一概にそのリサイクルが進んでないとも言い難いところはあるんですけど、感覚的になんですけど、やっぱりプラスチック の、 そのリサイクルから脱却しようって区は提唱してくださっていて、でリデュースって言っていただいてるんですけど、あんまりやっぱそこって難しいんだなと思ってるんですよね。なの で、 やっぱりその自粛期間、本当にそのゴミの量が増えて、やっぱその中食っていうんですかね、外で買ってきた、まあ、ものが全部、まあ、そのまま容器が捨てられてるなっていうのは感じだと思います。で別に会があってこうしてほしいっていうことではないんですけれども、その区としてこのリサイクル率を、まあ、出してはいただいているんですけど、そのリデュースというところにどう注力されていくのかをちょっと伺いたいと思います。委員長、清掃リサイクル課長。清掃リサイクル課長、区の、リデュース、まあ、排出抑制の取り組みでございますけれども、従来から、目黒買い物ルール、まあ、賢い、買い物の仕方というのを、まあ、区の皆様には、まあ、周知啓発をしているところでございます。リサイクルよりもまずは 2R、発生抑制、リユース、まあ、これが、優先なんだということは従来から周知しているところでございます。で、委員おっしゃるようにやはり今可燃ごみが非常に増えているというのは、やはり外出自粛の影響があって、まあ、家庭での食事が増えていること、またテイクアウトであったりとか、あるいは宅配、まあ、こういったものが非常に増えておりますので、もうおそらく、ご家庭の中には、プラスチックの容器ですとか、包装、まあ、こういったものが、今まで以上に多くなっているんだと思います。まあ、そういったことが影響して、プラスチック製容器包装の回収量も、増えているところでございます。ですので、まあ、宅配とか、そういったものが増えていることで、どうしてもプラスチック量が家庭の中に増えてしまうということは、まあ、しょうがない部分があるとは思いますけれども、もう一方では、皆さんご存知のようにこの7月からレジ袋が有料化されてございます。まあ、レジ袋はプラスチックごみの、まあ、ごくごく一部ではございますけれども、エコバッグの使用も我々推奨していることでございますので、レジ袋の有料化の義務化をきっかけとして、使い捨てのプラスチックが果たして本当に必要なのかということを考えるきっかけにもしてもらいたいと思っておりますので、そういったことを全体的な施策を含めて、プラスチックのリデュースについても引き続き、取り組んでいく所存でございます。以上です。非常に力強いお言葉いただいてありがとうございます。レジ袋については前回か前々回かそのエコバッグで作られるってとこで申し上げた通り、本当にレジ袋が解決策ではなくてそこがスタートであるということは強く言っていただけるということなのでお願いしたいんですけど、やっぱり買い物ルールはもうだから何と言っているか分かりませんけども、もういいんじゃないかっていう、なんかファームルールで通信できるとは思えません。ちょっとはっきり言っちゃいましたけど、っていうところでちょっと目黒ファームルールは、まあ、新しくしていただくとか、あとやっぱりお店と今協力してその食べきりやっていただいてると思うんですけど、やっぱお店のプラスチックで提供してきたらそれはこう買う人からするとテイクアウトでこう中のものを食べたいと思ったらプラスチックを受けざるを得ないっていうところで、やっぱお店の協力なのかなっていうのは思うんですけど、だからこう買い物ルールはちょっと新しくしてほしいし、あとはその食べきり協力店とかも、そのテイクアウトのお店 の、 例えばそのプラスチックじゃない再生容器をその推進していただくとか、そういったちょっと方向性を変えていただくっていうのは
かがでしょう。委員長、清掃リサイクル課長。清掃リサイクル課長。買い物ルールについては、今5つのルールで推進しているところでございますけども、まあ、買い物ルールも、開始始めまして、まあ、しばらく時間も経っておりますので、今後いろんな環境問題というのは、非常に今地球規模で問題となっているところでございますので、新たな課題が出てくれば当然買い物ルールも見直さなきゃいけないと思っておりますので、今すぐにということにはいかないと思いますけども、最近の状況ですとか、踏まえまして、見直しが必要であれば、いろんな他の自治体が最近はそのプラスチックの削減についても、宣言をしたりとか方針を示したりしている自治体も出てきてますので、他の自治体の事例なども参考にしながら、研究してまいりたいと思います。それと、買い物ルール参加店については今努力しておりまして、登録店も30店近くまで増えているところでございますけども、委員ご指摘のように、テイクアウト宅配については、プラスチックの容器が使われていることがほとんどでございますけども、おっしゃるように、紙製の容器が使えないのかと